はい、いつものヒアリングですね、7メガヘルツ。今ちょうどね、強い曲がね、入ってたんで、今やろうかなと思ってました。はい。よいしょ。こっちかな。はい。はい、まず1曲目やらないと。高い。なってるのかな。まあいいや。ちょっと打ちミスでした。すいません。はい、ありがとうございます。J2 は指1。はい、ありがとうございます。ああ、聞こえない。JR9SLB さんですね。ポータブル9。JCC がちょっと取れなかったですけどね。PK35 っていうのが取れましたね。はい。ありがとうございます。先ほどのね、あの JA2YBG、ですね。更新いただいたのは2回目でしたね。まあ前回、5月ですかね、今年の5月に静岡コンテストでね、SSB で、おつなぎいただいた曲でしたね。はい、ありがとうございます。今日は2曲やれましたね。はい、意外とですね、左で、すぐに、まあ僕はまあまだ始めて間もないっていうか、まだ4ヶ月ぐらいなんで、でしょうかね。左でやっても全然違和感がなくて、早くにこっちに移行してよかったかなと思いますけどね。はい。同時にちょっと左耳でね、聞くように、ということで、ちょっとね、やってみたいと、これからね、思います。はい。というわけでですね、僕がね、使っている、電源パドルですけどね、ベンチャーですね。
ベンチャー使っております。ベンチャー。あと、もう一つ、その前に、買ったのはこちらですね。MFJ564 という、パトロンなんですけど、ちょっと似てますけどね。似てますけど、ちょっと微妙に、見ますかね。まあ、ここの感覚もちょっと違うんですけどね。はい。まあ、ちょっとこう、打ち心地というんでしょうかね。はい。多少違うのかなと思ってるんです。まあ、ここの感覚なんかはね、調整できますけど、はい。いろんなパドルがあるんだなっていうふうにね、思っております。はい。まあ、最初はね、何が何だか分からなくて、まあ、僕の師匠が使ってるベンチャーがいいかなっていうことでね、ちょっと、真似になってしまいましたけど、でもやはり持ってる方が多いということは、それだけ支持されてるっていうことなのかなとも思いますしね、はい。まあ、それまでは練習用でですね、僕は自分でまあ、パドルを買う、まあ、ほんと CW やるっていう気持ちは若干あったんですけど、パドルを買うのもちょっと、高額だし高いなっていうことでね、自分で作りました。はい。それの動画はですね、多分僕の動画の中に、公開でね、入ってますけど、壊れた、パソコンのですね、ハードディスクを土台にしてですね、上にDIY でね、ホームセンターから買ってきて、それでね、自作のパドルでね、練習してました。はい。はい、そんな感じになっております。今日は、この辺で、目標で1曲、2曲とね、更新できましたので、今日はこの辺で早めですけど、失礼したいと思います。また、明日も、明日、動画アップしようと思いますんで、よろしくお願いいたします。また、さよなら。